皆さんこんにちは。この番組は和歌山県に住む夫婦が紀伊半島の滝を訪ね歩くという番組であります。紀伊半島は山あり谷あり、本当に不思議な滝が多いのであります。そんな夫婦で訪ねる滝修行の旅、もちろん滝に打たれはしませんが、それと同じ効果があると信じています。いつも大上チャンネルをご視聴いただきありがとうございます。滝好きの方、楽しめるようなチャンネルを目指しています。無縁の滝とは思えません。幅があって水があって、本当に素晴らしい滝であります。ありがとうございました。入ります。
基本実は水が多いのでこのように見事であります。無名の滝とは思えません。幅があって水があって本当に素晴らしい滝であります。ありがとうございました。帰ります。いかがでしたでしょうか。ご視聴ありがとうございました。このチャンネルは紀伊半島の滝を中心に夫婦で訪ねる滝動画をアップしています。また熊野古道講座も開設していますので、よろしかったらチャンネル登録をお願いいたします。コメント、リクエスト、評価をお待ちします。それでは次の紀伊半島の滝でお会いいたしましょう。さようなら。